力的にはこの3人でよかったって感じかな。移動中のおしゃべりは楽しかったし、レッスンの間のおしゃべりも楽しかったし、ご飯食べてる時のおしゃべりも楽しかったし、トイレ行く時のおしゃべりも楽しかったし、あ、そうだ、今日はうちに帰ったらみんなにメールを打たなきゃって感じ。みんなでプロデューサーの感想をメールし合いたいな。楽しそうなの。やはり今までは一人での活動だったので、同じ立場のみんなと動くのは不思議な感覚でした。いえ、どちらかというと違和感が。あ、いえ、別に嫌だったわけでは。私にとっては一人でいることの方が日常だというだけです。仲間、そうですね、悪くはないです、決して。ですが楽しむだけというわけにもいきません。明日からは一層気を引き締めて臨みたいかと。あの、私はみんなでのお仕事って最初は何をどうしたらいいのか全然わからなかったんですけど、今日初めて3人で一つのことを頑張ってみて、どんどん気持ちがうわーってなってきました。はい、いっぱいいろんな気持ちが湧いてきたんです。やる気とか気力とか根性とか。一人の時よりずっとずっと楽しくて面白くて頑張るぞって思えてきて嬉しかったです。お疲れ様、諸君。みんなすっかり打ち解けたようだね。今後もこの調子で頼むよ。ん、今後は出会った人たちにファンになってもらえるよう全員で力を合わせて活動しなさい。ところで、これからの活動について私からのアドバイスは必要かな？ではよく聞いてくれたまえ。この先楽曲の売り上げを上げることが君たちにとって非常に重要な意味を持つだろう。そこで覚えていてほしいのだが、ファンの人数や注目度は楽曲の売り上げに密接に関わってくるのだよ。そうだ。しかし地道なレッスンや営業だけではファンや注目度の爆発的増加は望めない。様々なスケジュールの特性を考えて今後のプロデュース計画を立てなければならないよ。うん、例えばオーディションは注目度が上がりやすく、フェスやライブはファンが増えやすい。こういうとライブとフェスの違いはないように聞こえるが、ライブは開催するのにマニーコストがかかるからね。財政事情をよく考えて開催するんだよ。ああ、そうだ。フェスはマニーコストがかからず、主催者から報酬が支払われる。
いや、そう甘くはないぞ。フェスは君たちのライバルも参加しているので、観客の関心が分散しやすく、楽曲のスコアが上がりにくくて、ステージも成功させにくいという欠点があるから注意したまえ。また全国オーディションはエリアオーディションと違い、全国に影響があるので活用してみることだ。どうだね、複雑だが分かってもらえたかね。ここは重要なところだからな。それではもう一度説明するとしよう。この先楽曲の売り上げを上げることが君たちにとって非常に重要な意味を持つだろう。そこで覚えていてほしいのだが、ファンの人数や注目度は楽曲の売り上げに密接に関わってくるのだよ。そうだ。しかし地道なレッスンや営業だけではファンや注目度の爆発的増加は望めない。さまざまなスケジュールの特性を考えて今後のプロデュース計画を立てなければならないよ。例えばオーディションは注目度が上がりやすく、フェスやライブはファンが増えやすい。こういうとライブとフェスの違いはないように聞こえるが、ライブは開催するのにマニーコストがかかるからね。財政事情をよく考えて開催するんだよ。ああそうだ、フェスはマニーコストがかからず主催者から報酬が支払われる。いや、そう甘くはないぞ。フェスは君たちのライバルも参加しているので、観客の関心が分散しやすく、楽曲のスコアが上がりにくくて、ステージも成功させにくいという欠点があるから注意したまえ。また全国オーディションはエリアオーディションと違い、全国に影響があるので活用してみることだ。どうだね、複雑だが分かってもらえたかね。頼もしい返事だね。それではちょうど来週全国オーディションが開催されるらしいので、ぜひそれにチャレンジしてみてくれ。オーディションに合格すればテレビに出演して番組で歌を披露できるのだよ。もちろん合格できなければトローに終わるが、失敗を恐れてばかりいては前に進めないからね。プロデューサー、今日はいろいろとありがとうございました。お先に失礼します。じゃあねみんな、次もまたよろしくなの。お疲れ様でしたプロデューサー、明日もよろしくお願いします。みんなも。君も疲れただろう。3人ユニットのプロデュースは苦労も3倍だからね。無理をお願いしてしまって悪いが、君ならば任せられると思ってのことだ。困ったことがあれば私でも音無君でもいつでも相談に乗るからね。期待しているよ。